双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに第70回福島県総合体育大会県民スポーツ総合地域大会についてのお知らせです。明日8月6日日曜日、第70回福島県総合体育大会県民スポーツ総合地域大会が新地町と相馬市において開催されます。双葉町からの参加種目は少年ソフトボールと9人制バレーボールです。少年ソフトボールは相馬市紅葉ソフトボール場、9人制バレーボールは新地町立新地小学校が会場となります。選手の皆さんは暑さに負けずに勝利を目指してプレーしますので、ぜひ足を運んで声援を送ってください。続いて平成30年度双葉町職員社会人採用候補者試験についてのお知らせです。双葉町では職員社会人採用候補者試験を実施します。受験資格は民間企業等における職務経験を5年以上有する方、または青年海外協力隊等における活動経験を2年以上有する方で、学歴は問いません。受験申込書の受付期間は7月12日水曜日から8月10日木曜日、平日の午前8時から午後5時15分の業務時間内となっており、郵送による申込書提出の場合は8月8日火曜日までの消印有効です。なお申込書の提出先は双葉町いわき事務所総務課となります。郡山支所及び埼玉支所では受付できませんのでご注意ください。その他、試験職種、採用予定人数、試験の方法及び内容などの詳しい内容については、広報双葉7月号または町公式ホームページをご覧ください。職員採用候補者試験についてのお問い合わせは、双葉町役場総務課行政係、電話0246-84-5201、0246-84-5201番までお願いします。おしまいに、夢双葉人主催によるいわき市南台仮設盆踊り大会についてお知らせします。8月12日土曜日、いわき市南台仮設住宅イベント広場において夢双葉人主催の盆踊り大会が開催されます。今年の目玉は各行政区保存会による矢倉の共演です。8つの保存会が震災前に行われていた各行政区の盆踊りの中で演奏していたお囃子に合わせた太鼓や笛の演奏で競い合います。それぞれの保存会によって異なる演奏の違いを感じることができるかと思います。盆踊り大会の開始は午後5時で、矢倉の共演は5時30分からとなっております。その他、模擬店なども多数出展される予定ですので、お誘い合わせの上来場いただき、矢倉を囲んでの盆踊りに多くの皆さんの参加をお願いします。以上、この時間は
双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は夢双葉人会長の中谷義久さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は夢双葉人会長の中谷義久さんに伺います。中谷さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、また今年もこの季節がやってまいりましたということでね、本当に楽しみにされている方多くいらっしゃると思うんですが、いわき市南台にあります応急仮設住宅イベント広場、こちらでなんと盆踊り大会が開催されます。またこの季節がやってまいりました。中谷さん、準備大丈夫ですか？まあ、そうですね、まあ、準備は、まあ、着々と進んでいる状況なので、はい、ぜひ成功させたいと思います。そうですね、今年でもしかしたら最後になるかもしれないっていう噂も聞いたんですが。そうですね、まあ、うん、噂ではなんですけど、うん、まあ、最後になるかもしれないので、うんうん、まあ、今回はちょっとそういう思いも取り入れながらやりたいかなと思って、うんうん、そうですね。ではその内容も伺っていきたいと思います。南台応急仮設住宅イベント広場で行われるこの盆踊り大会、まず、いつ開催になりますか？8月12日の土曜日。はい、8月12日土曜日。時間は何時からでしょうか？午後5時からやります。はい、午後5時からということです。午後5時から開催される盆踊り、内容的にはどんな感じになりそうですか？まあ、そうです、まあ、今年最後になるかもしれないということで、はい、双葉町行政区であった芸能保存会の皆さんと役場の共演を行います。はい、はい、各行政区に、まあ、保存会、まあ、本当太鼓叩いたり笛を吹いたりする保存会があったわけですね。そうですね。どのぐらいの団体数の方お越しいただけるんですか？そうですね、まあ、全団体は来れなかったので、うんうん、今回は8団体ということになりますね。本当はもっと多いんですね。そうですね。でも8団体すごいなと思いますけども、その8団体で矢倉の共演、本当にこれはね、珍しいことが起こる気がしておりますのでなかなか見られないと思いますよ。私すっごい興味が湧いてきましたけど。 ありがとうございます。いわきにもジャンガラ念仏踊りというね、伝統芸能があるんですけども、本当、はい、1キロ先の隣の町でやってても全く違うんですよ。あ、なるほど。うん、踊りがね、一つと同じ踊りってないんですよね。なので今回この8団体の矢倉の共演ってどういう感じになっちゃうんだろうなって言って楽しみなんですけれども、やっぱりちょっと違うんですか？そうですね、まあ、うん、その各行政区によって、はい、まあ、笛の音色とか、うんうん、太鼓の叩くのが同じになるかもしれませんが、うんうん、まあ、歌もその行政区の色を取り入れたメロディーは同じで、はい、その歌詞が全く違うような感じでやる、はあ、共演なので、はい、まあ、その地区に住んでいた方は、うん、その地区を思い出すような感じになっています。あの歌って面白い感じになっていくんですよね、きっとね。そうですね、ね、聞いてみて、聞いてもらえれば分かると思います。そうですね、まあ、あの簡単に言うと替え歌のような感じなんでしょうけれどもね。そうですね、ね、あの盛り上がってくるとどんどんいろんな言葉が出てきたりするのでね、楽しいと思いますよ、はい、それから土地土地で全然違う歌詞になるということですから、懐かしいなーなんてね思われる方も多いでしょうね。そうですね。ということは、午後5時から盆踊りが始まるわけですけれども、ずっと、はい、あの演奏している、ずっと歌が聞こえているっていう感じなんですか？そうですね、あの、うん、櫓の上で、まあ、音色を止めないように、うん、あーすごい、あの交換太鼓笛歌を交換しながら、うんうんうん、8時半までノンストップで回していきますね。あ、じゃあいつでも音が鳴り響いてるので、輪に入って、はい、いつでも踊ることも可能なわけですね。そうですね、はい、ねえ、これも楽しいですね。
今来た、ちょっとやってなかったってことないんですもんね。そうね、これはいいな、まあ、その8団体の皆さんはもう練習ははかどってる感じなんですかね。まあまあ、これまで南大で盆踊りやっていまして、はい、まあ、何地区か来ていただいて、まあ、毎年1回は叩いてもらってたんですが、うんうんうん、まあ、今回の場合はちょっと多いので、うん、まあ、太鼓の練習もできないということだったので、うんうん、当日 の、 あの午後からその開始時間まで、うん、あの矢倉で練習します、うん、すごい、交代番号で練習して。そうですね、で本番を迎えるんですね、本番の日に。そうです、すごい。でもなんかトンって太鼓を叩いた瞬間に全部パラパラパラって思い出しそうな気がしますね。そうです ね、 ね、体に染みついてるでしょうね。うん、そうですね。いや本当に楽しみですね。そうですね。はい、8団体の皆さんには頑張っていただきたいと思います。はい、さて、踊りもそうですけれども、お祭りの楽しみといえば出店もありますよね。そうですね、うん、まあ、私たちユネスコアビトもお店出しますし、はい、いわきの双葉で結成されているいわき真心双葉会さんとか、はい、あと双葉町商工会の青年部の皆さん、はい、あといつもお祭りなどでお世話になっている富岡町の宇佐美さんたちとか、はいはい、あと双葉町と交流がある京都の京丹波町の人たちが、うん、バザーとかゲームとかをしに来てくれます。へえ、バザーゲームをしに皆さんと交流したいということで京都からわざわざお越しいただいて、ね、はい、いや本当お天気気になりますね。雨降んないといいですね。そうですね、まあ、うん、こちらはまあ雨降ってもお天気結構なので、じゃあ大丈夫だ。大丈夫。雨降ってもやるって決めたらやるってことですね。そうですね。はい、ということで、まあ、好転にならない限りはね、開催されるということですが、出店は何時からになりますか。出店はもう、うん、盆踊り始まってからもうすぐ やるので、うん、ちょうど本当に開始時間と同じぐらいかなと、うん、あ、なるほど。じゃあ夕方にはもうお店もオープンしてるし、はい、盆踊りも始まってるし、はい、もう楽しいこといっぱいありますね。そうですね。うん、さあ最後になりましたけれども、中谷さん、今年はどんな思いでこの盆踊り開催しますか。そうですね、今年、うん、もしかしたら南大である盆踊りが最後になるかもしれないので、はい、南大の人たちにも大変お世話になりましたので、まあ、岩木市民の皆さんもそうですけど、そういう思いとかを込めて、はい、みんなで盆踊りできたらなと思います、うん、双葉町の盆踊りはこういう盆踊りなんだよということで、本当双葉全体での開催みたいな感じですもんね。そうですね、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。お近くの方、8月12日土曜日、南大応急仮設住宅イベント広場で開催される盆踊り、ぜひぜひ足を運んで楽しんでください。今日は夢双葉人会長の中谷さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。